こんにちは、ここで長崎です。今日はハサミ町まで来ています。ハサミ町のメガネ橋です。先日諫早のメガネ橋を紹介したばかりですけれども、ハサミにもメガネ橋がありますので撮影しに来ました。メガネ橋っていうの今わかんないと思いますけれども、こんな風にメガネ橋になってるんですね。じっくり撮影してますので後ほどご覧ください。明治41年に作られた橋のようです。馬車で運搬するために作られたとありますけれども、階段なんですよね。階段、馬車は階段対応なんですね。それが面白いなと思いましたけれども、この橋も、もともとかかっていたところから移設された橋です。では、これなんていうんですかね、日野のメガネ橋ですかね。どうぞご覧ください。